介護を担当していたじいさんに聞いた話。じいさんの若い頃には町の近くの山にも鹿やウサギが住んでいて、仕事の傍ら漁師をしている人が多かった。漁ではいくつもの決まりがあって、守らないと八分にされて大変な目に遭ったんだと。その一つに、山で殺した獣は必ず食うというのが、その中でも蛇は絶対に食えと教えられていたそうだ。一口でも食えば相手も諦めがつくが、無駄に殺されたと思わせれば返しが来るんだと。蛇は執念深くて恐ろしいからなと、じいさんは言ってた。栃木、日光またぎと呼ばれる漁師は、仙北またぎなどと違い、比較的大きな集団ではなく、漁師仲間として少数名で狩りをするのであるが、毛皮の需要などと銃による狩りの普及とともに、山での怪事に遭遇した時の話が様々にある。その中で、鹿打ちの際に鹿をおびき寄せる鹿笛というものを使うが、笛の弁にヒキガエルの皮を使わないようにしたという禁忌がある。鹿笛というものは発情期のオス鹿の声を真似た音を出すというものだが、笛の弁にヒキガエルの皮を使うとベストな音を出せるのだが、なぜかヒキガエルを使った鹿笛の時に限り大蛇が現れるという恐ろしいことがたびたび起こったそうだ。もし大蛇を撃つ場合、必ず背後から撃たねばならない。大蛇は鱗が固く、鉛かけた銃弾では通らぬことがあり、背後から鱗の感激を狙って撃たねばならない。これをコケラ打ちと言い、コケラ落としからの意味がある。大蛇を撃ったら、必ずそれをぶつ切りなどにして、肉の一部を少しでも食わなければならなかった。老漁師たちは、食え、ちっとでも食うもんだ。と、そう言い、若い漁師たちに大蛇を鍋で煮させた。こうしないと大蛇は必ずたたると言われ、鍋で煮ても悪臭のある虹色の油がドロドロ浮いて、とても人が食えるような代物ではなかったという。それでも最終的には生姜をすって鍋に入れ、工夫して昔の若い漁師たちは口に入れたそうだ。ちなみにこれは昭和初期の頃だという。